ただまずびっくりしたのが、初日の練習が午前中守備、昼からバッティングみたいな、キャッチボールペッパーするじゃないですか、でまあベーラン、いきなり午前中ノックだったのが、あのフライのノックが、要するに外野手は外野でフライじゃないですか、あれで1時間ぐらい取らされてたんですよ。なんでこんな長いのみたいな要するにだから内野でシートノック1時間、シートノックがね、個別ノック1時間ぐらいやってるじゃないですか、まあね、首が痛くなってきてこれいつまでこれの練習すんのみたいな、とにかく長い、まあね、ノックで長かったね、長かったですね、基本練習ね、基本練習がめちゃめちゃ長かったです。まあベンちゃんもさ、ドラゴンズ来た時もう36の年ですよ。6の年でしょ、もうベテランじゃん、もう超ベテランですよ、だよね、はい、ということは、まあ、西武にいた頃はさ、はい、もうある程度ベテランのメニューで、もうどうぞでだよね、はい、そっからの、まあ、その練習だからさ、はい、やっぱり長く感じるよね、きつかったですね。